はい、こんにちは、スタカです。今回なんですけれども、ガンバ大阪との試合の解説やっていきたいと思います。はい、それでは結果なんですけれども、残念ながら0対4で負けてしまいました。これでマリノス4連敗。聞くとこによると16年ぶりとか、皆さんいかがお過ごしでしょうかって感じなんだけど、僕はね、結構、この試合の負け方に関しては、そんなに悔しさはなくて、やっぱヴェルディ戦とかトス戦が僕の中ではすごくショックで、まあトス戦とか分かりやすいと思うんだけど、木田さんこんなにボール追いかけ回してるのになんでみんな走ってくんないんだよっていうあの悔しさとか、あとはヴェルディに関しては開幕ね、マリノス確かに85分間ぐらい負けゲームやってたんだけど、最後の最後追いついて逆転した。開幕の時はマリノス追いつけて逆転まで持っていく力あったんだけど、ホーム日産で追いつけなかったっていうのが、成長スピードがマリノスよりヴェルディの方が早いじゃん。これも結構ショックで、成長ってチームもなんだけど、やっぱ選手にとってはすごくモチベーションだと思ってて、何か、まあ、サッカーだけじゃないと思うんだけど、物事を取り組む上でそのモチベーションとか楽しいなっていうやりがいを感じる時って成長できた時だと思うんだけど、まあその成長っていう部分でヴェルディがすごいスピードで上がっていく、マリノス成長できてんのかなってちょっと心配になるところも僕にはあって、大丈夫かなって思うところありました。まあとあるチームの強化部をやっていた方が、大卒とかのね、いい選手を結構獲得してたチームのなんだけど、うちを選んでくれる理由が、まあ成長できる選手として上手くなれるチームだと思うからっていう理由で入ってくれる選手多いですっていうのを教えていただいたことがあって、ああそういう理由ね、サッカー選手にとっては大事ですからね。成長して上行くぞって、日本代表だったり海外だったりとかもあると思うし、成長っていう意味ではマリノス大丈夫かなって思いました。で、僕ね、ガンバは今年3試合目なんだけど、現地で見るのが、まあ、もちろんホームの日産で、あとは4月にセレスト戦で大阪行った時に、翌日パナスタ行ってて、ガンバ対鹿島を見ていて、で、まあそこまで完成度はまだ高くなかったなと思ってて、まあもちろんあのホーム日産の時とか、まあガンバが勝ってもおかしくないぐらいにガンバの質は高かったし、まあ得点できたマリノスが勝ったっていう、まあね、状況だったと思うんだけど、まあ鹿島戦を見る限り、まあそこまでかなと思ってて、で特に、感じたのが伊佐選手は、僕ね、ガンバサポーターの友達から伊佐めっちゃいいよって教えてもらってて、それで鹿島戦を見て、あ確かにいい選手だなって。でも今特に何か数字を出せるとか勝ち点を持ってる選手かって言われるとそうではないなと思ってて、でもポテンシャルはめっちゃ高いいい選手で、今回マリノスとの試合をねパナスタで見て、あめっちゃ上手くなってんなって、その判断の質とかプレースピードとか格段に上がってて、でまだまだ物足りないっていうか伸びしろに感じる部分はあったんだけど、この短期間でここまで選手が成長するんだと、やっぱその成長っていうのも一つ大事だなと思ってて、今マリノスで成長を感じながらサッカーやってる選手がどれだけいるかという中で言うといないんじゃないかなと思ってて、そうなるとやっぱサッカーするのが苦しくなっちゃうかなって、僕ね、まあスタジアムでカメラで写真撮るの好きなんだけど、過去撮った写真って全部消してるんですよ。たまに 1,2 枚残したりするんだけど、全部基本消してる、容量の問題でね、全部スマホに保存なので。ただまだスマホ変えたばっかで容量に余裕があるから残ってて、過去のものが結構、でもそろそろ消さなきゃなと思って過去の写真ちょっと見てたら、マリノスの選手の表情がすっごく良くて、失点してるとか攻められてて怒ってるような時の表情でもなんかポジティブ、今は本当に暗くてつまらなそうな顔でサッカーやってるように見えて、なんかちょっと失礼な表現かもしれないけど、全然別の人に見えるっていう、同じ人なのに、この間の突然鼓舞してる木田さんって苦しそうだったし、でも僕の過去の写真では全然違う、もっとポジティブな顔してて、こんなに今苦しんでんだなっていう選手たちの状況、まあもちろんそのいろいろあるとは思うんだけど、メンバー固定されたのが一番だなと思ってて、でメンバー固定したのってもちろんキューエル監督なんだけど、それがなんでかなって、開幕した時ぐらいってもうちょっと柔軟性あったよなとか、メンバー変動してたよなとか思うんだけど、やっぱ ACL みたいなビッグタイトルがかかったゲームになってくる時に、まあマリノス J リーグで先制した、いい形で先制した、いい勢いを持って点取った、でもなぜかスローダウンして気づいたら勝ち点落としてるっていう試合を何試合もやってて、そういうのを見ていくときに、勝負師としてはこのミスする選手使い続けづらいとか、このミスする選手この大舞台で使えるかなとかっていう起用に対して迷いが出る。まあその結果今だと思うんだけど、今全部勝たなきゃ勝たなきゃ勝たなきゃっていう非常に苦しいチーム事情、勝たなきゃってなると変えらんないんですよね。あの時
こういうプレーした選手変えらんない、だからもう走れてないじゃんって、体重そうじゃんっていうロペスがずっと居続ける、辛い。でまあその結果ベンチから見てる選手、メンバー外で上から見てる選手、あいつ走ってないのに、俺怪我もしてないし、もう全然試合出てないから全然元気なのに、あの選手使うんだってなっていくと、やっぱりね、不信感もあるし、移籍も考えるだろうし、なかなかチームとしては難しくなっていくかなっていうのが今の現状です。なんとかね、まあこの夏の移籍とかどう考えてるか分かんないけど、僕は頑張ってほしいなと思ってるし、あの J リーグ優勝は非常に難しい、可能性はほぼゼロになったと思うんだけど、まあ、ただ残り16試合16連勝すれば、近年マリノスが優勝していた時の勝ち点のボーダーぐらいにはなるので、まあ可能性はゼロではない。ただチームとして16連勝を本気で目指せるか、本気で目指す選手が何人いるかっていう話で、それに見合った補強ももちろん必要だし、まあそこに対してどれだけ予算を取るかみたいな話でもあるし、天皇杯をね捨てるかとか、ルヴァン捨てるかと、あからさまにそんなことできるわけないし、天皇杯ね ACL 予選だから、ここで取っとかないとその次の ACL とか出れないわけで、 ACL2 だけどね、ってなると天皇杯も逃せない。じゃあ水戸戦フルメンバーで行って、そのまんま疲労を重ねて鹿島戦うかとかね、難しいですね本当に。岐阜戦もねメンバー落としてターンオーバーして苦しんで危なく負けそうになって、考えるとこの状況はまだ続くかなと思ってます。でまあ4連敗したんだけど、このガンマ戦で言うと僕はそんなにショックというかはあんま受けてなくて、最初の話に戻るけど、前半 2-0 で折り返したんだけど、前半マリノスが作ったチャンスの数って結構あって、まああれ宮市選手絶対決めなきゃいけないしっていう話なんだけど、まあでもそこに行くまでの過程はめちゃめちゃ良かったなと。まあだからそこで宮市選手が決めらんないのであれば、宮市選手を変えるしかないよねって、普通の交代で 2-0 の段階で加藤蓮全然ちょっと来てるぐらいのプレッシャーに慌ててパスミス、バックパスミス、あわや3点目を受けるとこだった。交代全然納得、勝負ってそんな甘くないんで、一瞬の隙を見せてしまうような選手はピッチにいると、やっぱ今のチームでは難しい。全員今戦わなきゃっていうモチベーションになってて、重い体をね鞭打ってじゃないけど頑張ろうとしてる中で、そういう気の抜けたプレーされると、まあなかなかね難しいなと思います。宮市選手に関して、なんであんなシュート入んないのっていう話もちょっとしたいんだけど、宮市選手ってボールを蹴ろうとしてるんですよね。ボールを蹴るっていう動作って、人間の動きの動作からすると不自然な動き。人間って二足歩行だから、右足が前に出たら左足が前に出るっていう繰り返しなんだけど、宮市選手の場合はそこに対して足を振るっていう動作をしてるんですね。足を振るっていう動作、足を振るっていう動作ってどういうことかっていうと、この左足が前に来た次は右足が前に来るのに、この右足が後ろに下がるで振ってくる。すごく不自然じゃないですか。何を言いたいかというと、ここの足を置いたら次の足が上じゃなくてそのまま前に出てくればいい。ちょっとねこれやってみてほしいんだけど、足元映ってないからちょっと汚くて映せないんだけど、左足が前に出ると右足は後ろに残りますよね。後ろに残ってんだから、このまま振ったらいいじゃんっていう。マリノスが入れられた2点目、宇佐美選手からダワン選手へのアシスト、宇佐美選手はずっと左足の軸足を前にして右足でボールを持っていて、ドリブルするんだったら前出てちょっとボール進める、ちょっと出てボール進めるなんだけど、タイミング見てちょっと出てこのまんまボール蹴る、振ってない、この後ろに振りかぶる動作をしてない。そこでスイング入れたら寄せてる選手が蹴られるって言ってブロックできるんだけど、この二足歩行のこの歩く振る歩く振るっていう、歩く前出す歩く前出す、この二足歩行の動作の流れだから読めないし、振りもコンパクトで速くなる。不思議な話で、足思いっきり振りかぶって振るよりも、この前出してスパンってやった方がスイングは速くなります。そして体重も乗る、精度も上がる。マリノスの中ではそうやって足振って蹴ってる選手多いし、前足でね、宮市選手のドリブルも軸足が前じゃなくて蹴り足が前だから、相手としては結構取りやすい。ただスピードが尋常じゃないから取られてないっていうだけで、軸足前で行けばいいのにっていうのは思ってて、だからあれもボールに対して軸足を置いてそのまま足を押し出す。ちょっと皆さんやってみてください。軸足前出してそのままスパンって、これが人としての普通の動きで、それに逆らった動きするとやっぱり力まなきゃいけない、強く蹴るぞって、この振りかぶったところで自分の力で蹴んなきゃいけないから余計な
パワーになってミートがずれる。でもこれを前出てそのまま持っていけばミートに集中できるお話です。でまあそんなこんなで僕あんまりこの敗戦はショックなくて、まあ、戦おうとしてる選手が増えたなと思って、誰かって思うとやっぱ飯倉さんだったり塩貝選手とかもね戦おうとしてましたね。あとはって言われるとちょっと突戦との違いみたいなのは特に感じなかったけど、突戦1人しか戦ってなかったところは2人3人と増えたと。これを継続しなきゃいけないし、ただ木田さん1人で発信し続けるのって限界あるから、まあ、ここは飯倉さんだったり塩貝選手が発信をね頑張ってくんなきゃチームとしては沈むなと思いつつ、だからもう塩貝選手大学生とか強化指定とか思うけど、今チームの中で明らかにマリノスと違う風を吹き込ませられるのは彼しかいなくて、まあね自分の成長のためにも頑張ってほしいなとは思いますね。ただね、決定機をちょこちょこ迎えてるけど決めきれないシーンが出ているので、ストライカーとしてね決めてほしいなと思います。今日はこのボードでポジションがどうこうとかそういう話は、なくて、もう本当に4連敗だってと思って、こんな負けたっけといやでもなんか僕マリノスサポーターすごくいいなと思ったのが、負けたけど試合終了のホイッスルが鳴ってもずーっと応援やめなくて、なんなら声さらに張り上げて、で挨拶、選手が挨拶来る時もずーっと歌って、すごいなって、選手がロッカー帰るまで応援続けて、簡単じゃないよっていう。僕はミックス席でただ見ていただけなんだけど、パナスタの上の方が屋根があって熱気がこもっちゃって、もうただ見てるだけなのにすんごい辛くて暑くて、でこの環境下で飛んで歌って90分以上やり続けるマリサポ本当すごいなと。で選手もそれをなんかいろんな複雑な気持ちあると思うけど、しっかりねまっすぐ見てくれて、多分サポーター喜ばせたいとか勝って帰らせたかったとかいろんな気持ちあったと思うんだけど、まあこの暗いトンネルいつまで続くか分かんないし、ずっと続くかもしんないし、本当に降格圏まで行くかもしんないし、このまま抜け出せずに降格するかもしんないし、何かをきっかけで気づいたら ACL 出場権争いしてるかもしんないし、未来をね諦めずに必死にもがけば絶対に明るい未来は待ってるはずなので、選手が頑張り続ける限り応援したいなと思ってます。とにかくね QL 監督には水沼コータを起用しろと。で水沼コータもね時々気の抜けたプレーするんだけど、そうじゃなくてもうチーム勝たせてくれと。とにかくね吉尾選手なんかも干されちゃったけど、実力不足だし、シンプルにね選手からしたら使ってくんないって監督に不満言っているうちはまだまだ成長なんかないしね、どんな監督だってメッシがいたら絶対メッシは使われるわけで、それぐらいね存在感だったり結果をね示してほしいなと思いました。まあ最後何の話になったか分かんないけど、まあとにかく勝って喜びたい、勝って喜んでるマリノスの選手が見たいみたいなね、今そんな気持ちでございます。次は水戸戦と J2 のチームかもしれないけど、1試合も楽な試合ないのでとにかく頑張って走って、勝ってほしいなと思いました。それでは今回の動画はこれで以上になります。最後まで見てくれてありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。